生日を迎えました。あれ暗い暗い、あれそうかな、暗いかな。私のとこは結構明るくいい感じと思ってたんだけど、暗くない、大丈夫かな、はい、なんでございます。わあすごい、お城、お城とタワーがめちゃめちゃ、本当にありがとう、めっちゃ嬉しい。ちょっと見るね、読むね。岡崎さん、ネスカフェさん、こいつさんもケーキかな、これケーキ置いてくれてる。まちこくん、コリンくん、ジェリーちゃん、まいちゃん、カルカーパンパカパンしてくれてるナッキー、ナッキーこういちさん、まいちゃん、推しがいませんさん私のメッセージが名前になってる、ありがとう。ロビーくん、ライコーくん、あすごいたくさん、読み切れない、ちょっと急いで。スーさん、お星さんもたくさん、ネスカフェさん、わあ、十三、翔太くん、デッチちゃん、ジェリーちゃん、あーどんどんたくさん、本当にありがとう、嬉しい。ちょっとね、今日は生誕祭っていうものをやらせてもらって、でね、それで抽選でちょっとその会場に入れなかったっていう方もいらっしゃって、めちゃめちゃ申し訳ないんですけれど、今日はそんな生誕祭を開かせていただきました。来てくださった皆さん本当にありがとうございました。めちゃめちゃ楽しかったし幸せでした生誕祭が終わった後にホリプロのスタッフの皆さんにもお祝いしてもらって、久しぶりにワインを飲んだんだけど、すごい久しぶりに飲んだからわーってなりました家帰ってきてからチーンってしてたお洋服可愛かった、あー嬉しい。そうなんです、今日は私服じゃなくて衣装さんが着てくれて、何着かパターンでこんなのどうって選ばせてくれて、でも今日は会場が白いから派手な赤いお洋服の方が入るかもねって言ってくれて、衣装を着ておりました。可愛かった、衣装がいい香りだった。嘘、私からなんかうさぎの香りしました？今日はね、小島さんのブランドのところのいい香りがするものをつけてました。あと自分のが持ってる、自分が気に入って買ってた他のところのいい匂いを傷つけたくないなってなんかバッグとかの中に入れてさ、だから移動してるとさ、ちょっとした傷とかつくじゃない、それが嫌で、ちょっとまだ綺麗なまま保っていたいぞと思って、それはちょっとお家にお留守番してって、であとは自分のやつはもう持ち運びできるちっちゃいコンパクトのやつあるから、それを持ってって本番の直前にチュチュしてって、それかな。じゃあ
ずっと私が話してるだけだから、私が勝手にずっと一人で喋ってるのもなって思う。そうかな、他の方はこういうライブコンサートっていう形じゃない生誕祭ってどんな、なんかちょっとせっかな的な感じで、そう今日こういう感じのかけど、ちょっとねみんなにも協力してもらって、なんかすごい不安、なんかが、ね、読書って言っても私もさしょっちゅうこうやって配信してるからさ、みんなに話したいなと思ったことその日のうちにすぐ喋っちゃうから、そうネタをねすぐ放出しちゃう人だから、私貯めとくことできないの本当に、すぐ聞いて聞いてになっちゃうから、そうだからいつもまたこの話みたいになっちゃってて、ちょっと申し訳ないんですけど。そう我慢するってことが本当にできない人間でして、でも私なって思ってるんだけど、ポスターそうなんですよ、ですけれど、ものにはなってるんですけれど、飲酒運転というかそのポスターがあって、その中にいるやつに特別キャンペーンのやつのなんて言えばいいのかな、難しいな、それに就任させてもらって、そう、それ10月に言えるんですけれど、それを今日生誕祭の中で発表というか、そんな企画でゲットできた方もいると思うんだけど、私も実はまだどんな感じになったか楽しみです。なんかそういうのってやっぱりね、なんかこの人なら任せられるっていうのがきっとないと、ね、こう就任することはできないと思うので、ウィーみたいなのやってるのめちゃめちゃ憧れというか夢だったから、自慢？そう自慢、今自慢してるんですよ。あ、そう、あ、メール届きました？自慢話だね。そりゃそうですよ。それでケーキマネージャーさんが用意してくれて、うわ落とさないかな、大丈夫かな、うわ怖い、ケーキ
見えるかな。じゃん、ございました。見えるかな。すごい素敵。あ、危なかった。今ちょっとホールで持ち帰ってきちゃってやばい。今すごく危なかった。これ乗せても大丈夫かな。危ない。ちょっとこの角度でなんとかするか。はい、こんな感じでマネージャー様がケーキを用意してくださいました。落としたら出すぎ、無理。なぜかって今この下には今日のイベントでみんなからもらったお手紙がここにわってあるから、落とすとみんなのケーキに、あ、じゃ、みんなのケーキじゃない、みんなのお手紙にこのケーキぶちまけちゃうから、ダメ、そんな事故はダメ、悲惨すぎる。無理無理無理、それはよくない。板野さんにせダメなんだから。これまだ食べてない。お祝いしてもらった後にもうデザートを食べちゃってるので今すごくお腹いっぱいなの私。だからケーキの中が何になってるか、何ケーキになってるかめちゃめちゃ気になるんだけど、ちょっとねお腹いっぱいの時にケーキはちょっとあー危険だなーと思って、ちょっと今はやめておきます。いっぱいご飯食べてきちゃったんだよ。朝食べてなかったから朝昼って感じで食べてきたんだけど、あ、ねえちょっとごめん、ちょっとまたこの話から離れるんだけど、今日 A 公演で初めてネモハマ、だからお昼未開、今日センターがね、え、今日はれいちゃんだよね、れいちゃんだよね。 A の LINE にリハーサルの映像が貼られるから、だからみんな見れるんだけど、そう、私のこのイベント来た、イベント来てくれた後に劇場に行って夜公演見てくるっていう人がいて、私よりすごいハードなスケジュールに、すごい、でも多分きっとねチーム A の衣装が一番ルーマーに近い衣装だからやりやすいんじゃないかな、どうだろう、なんか似てない A のアンコールの衣装、グレーのさ色めっちゃ同じじゃない。靴とかどうしたんかな、多分普段みんなアンコールとかはあのヒールとかだから履き替えてるんだけど、でも多分 A はね履き替えなくてもいけちゃう、まあ、どうなったかちょっと今日わからないんだけど、そう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 、私はどのポジションになるでしょう、私は知ってるんだよね。私が出る時だから8人バージョンになるから、普段やったことない振りもやることになるんだけど、それがね結構不安。私も同じなんか下手上手で結構違う振りがあるから、それをやっぱり選抜メンバーとしてずっと同じポジションで今までやってきたから、急に違う上下が分かれちゃうと、なんかもうねちょっと振りが右と左でね違うだけですっごいやりにくいの。それが大変で、いやー不安ですね。
でフルサイズだとちょっと一瞬だけいつもとは反対側の場所に行くんだけど、紙手紙しもっていつも分からなくなっちゃう。そうフルサイズだと行くんだけど、あのいつもやってるテレビで披露するサイズワンハーフバージョンだとずっと下手にいるから、8人バージョンになると全然違くなっちゃうから、まあ大変キャーっていう。8人バージョンってそのネモハマルーマだけじゃなくて普通の劇場のね公演曲もみんな大体歌いも変わっちゃうから覚えるの大変なんだけど。しとくん全部、ああそうだね、逆だったね。エイトのやつも見たもん私、リハ映像。ルンちゃんのセンターかっこよかったな。あそうか、ティフが初めて8人だったんか。私まだ8人バージョンやってないのよ。何それネオハオルンバっていうの、ネオハオルンバ、ルンちゃんの曲じゃないかそれは。ん、ルンちゃん、高岡かおるちゃん、ドキドキ。え、嘘、ロックダンス経験者、それは知らなかった。そうだったんだ、聞いたことあるかもしれないけどインプットされていなかった。そうだったのね。これどうしよう、ケーキ絶対一人で食べらんない食べられてもねえ、これをさ全部食べるってやばいよね。ケーキさん食べに来るかいどうしよう。友達呼ぶにしてもね、ちょっと今ね結構汚くて散らかってて呼びにくいな呼びたいんだけどな。なんで散らかってるかっていうと、実家から届いたものが多くて、その開封作業してたらなんか一気に多すぎて量が、だからあの部屋をきれいに保とうっていうなんかスイッチがブチ切れてしまって、あもういいやってプツンってなんか切れちゃって、ずっと散らかったままっていう段ボールを片付ける作業って結構あれじゃない、一回物出して底とかに貼ってあるテープ外して畳んで、でそれをまた紐で縛ってまとめるっていう作業が結構やる気出ないとできなくて、大変なんですよ。メンバー来たがってる人ね、なんか嬉しい、すごいみんな私のお家に来たいってすごい言ってくれて嬉しい。私が人気なんじゃなくて私の部屋が人気っていう謎の現象が起きてるんだけど、なぎちゃん一番来てるんじゃないかな、なぎちゃん一番遊びに来てくれてるイメージ人気スポット
りおしゃれ。めちゃめちゃボロボロなんですよこれ。このあの塗ったばっかりの時に、あのこの間、あでもこの話したか、久しぶりにバチコイの収録に行ってきて、でその準備中にネイルをしてたね。で結構すぐ乾くと思ってたネイルのあのブランドだったから塗って、こうフルフルってて、あーもういけるな、じゃあ着替えちゃおうと思って、バチコイの靴下履いてる時に、靴下結構あれキツキツなのね、結構キュッてする靴下、いつも収録終わった後とかきつすぎるから、みんな足にあの縦線めっちゃ食い込むぐらい入る、なんかそういう靴下なんだけど、なんかああいう靴下って、そうだから、なんかなんて言うんだろう、もうね履く時にギュッて気にしないで履いちゃったからすごいその靴下の繊維がめっちゃギュイってなっちゃって、乾いたと思ってたの、でもなんか乾いてなかったみたいで、ノーグッドだった。だから先っぽあの靴下に持ってかれて、結構ね右手がめっちゃボロボロなんだよこっち。そうやっちまったと思って、マニキュア落とすやつ除光液ちょうど切らしてたからやり直しもできなくって、だからクロちゃんのあのボートレースのやつもねボロボロのまま、まあ今日もなんだけど、ちょっとそれでやってたのよ。じゃあアディクこのピンクのかわいいんだ。会場よかったね今日のね。いや本当にびっくりした、なんかもうやめてほしい、ああいうもうすごい嬉しかったんだけど緊張しちゃうから、ああいう素敵なところね。でも緊張しないって言ったら場所に失礼になっちゃうかもしれないけど、でもそういうと場所を選ぶとね、ちょっとやっぱり人数があまり入らないかねなっちゃうから、やめてほしいって言われたすいませんすいませんした。いやでもすごい楽しかった今日は。うん、なんか事前に今日の会場調べてくれた人はあれだね、服装迷ってたらしいね確かにね、やっぱり結婚式の二次会とかに使われるような場所らしくて、確かにね。今まででもあったようでなかったからね、ちゃんともう当日にファンの人と一緒に短い時間だけど過ごすっていうのは良かった、できて。あ、今日の会場結婚式場だった、結婚式場ではないいいのかな、え上に結婚式場があったんかな、わかんない、どうなんだろう、二次会をやるところ、私は結婚式っていうものに一度しかあの参列したことがないので、なんかどういうのが普通なのかちょっとわかんないけど、私が初めて去年だっけかな、去年初めて結婚式に行ったんだけど、その時はこうチャペルがあって、でそのもう本当に同じ会場であの二次会みたいなのあったんだけど、二次会だけ違う場所移動しますみたいなパターンもあるのかな、わからないけど、でも今日のは式場ではないような気がする。近くでりんちゃん見れて最高、いやもうそれに尽きるよね本当に、
ずっと画面越しとかさ、同じ空間にはいるけどめちゃめちゃ距離あるっていうのがもうこの2年ずっと続いてたから、近くで、私もあのみんなのことを近くで見れたのが嬉しかった。まあスマホ近いっちゃ近いけどさ、でもなんか遠い人はまあ遠いじゃん、あそこって席に着くあれでは1列目2列目とかはあれだけど、私あのやっぱ私あんまりステージ高さあるのがあまり得意でなくて、あんまりなんか足のあの側面足ついてるところがあの平坦というか同じぐらいのところだといいんですけどね。めっちゃ高いじゃん、だってあのコンサートもさ、あの別にあの会場の悪口言ってるわけじゃないんですよ高いんだよって言ってるわけじゃなくてやっぱりこうこのね差がどうしてもちょっとあれだなってところがあるから、同じこう顔の高さでなるべくそういうのができたらいいなって思ってる派なので。分かってる？よかった、たっけんだよそれは悪口ね、分かるよ、みんな側はこう高くしてくれないと私が見えないっていうのはあるのは分かってるんだけど、そうみんなが立ってくれたらいいんだよねあの河口湖方式でみんながこうダンダンダンっていう形が一番いい。下からやだー、あの上から見てほしいですね。寒かった、川口湖、川口湖は寒かったですね。めちゃめちゃ覚えてるよ、だってちょっとした水たまりとかさ、裏動線にすごいめっちゃひんやりした洞窟みたいなとこがあったんだけど、なんか一回こうし上手下手を移動するのが一回下って洞窟みたいなとこ通ってまた上がるみたいなことをしないといけなかったのあの時で、その洞窟もう本当に洞窟だったちょっと暗くて、でそこにあったちょっとした水たまりが凍ってたもん、あの時やばいとこにいるなって踊ってる時は体が温まってたから肌が見える衣装着ててもそんなにあの時はパフォーマンス中はね気にせずできたんだけど、冷静に考えたらすごい寒かった。いやほんと洞窟みんなも寒そうにしてた。誰もが寒かったと思う、うん、本当に。夏だと素敵な場所、そうなんだ。夏もね、あ、でも夏か夏はちょっと岡部凛きついですね。春がいいよね、一番。日比谷ぐらいも良いですね、ちょうど良い。夏でも涼しい、あ、そうだね、場所的に涼しいか。そのお洋服どのこれですか？え、ここが鎖骨あたりが開いてるみたいな、そういう洋服です。
マネージャーさん褒めてくれているコメントが優しいですよ。今日はもう私は配信が終わったら明日の準備ですね。寝ます、すぐに。明日はまた楽しみなお仕事があります。大使っぽい、うん、めっちゃ茨城大使って感じ。楽しみ。今いるとことはまたちょっと遠い場所に行くので起きれるかな。うん、そう、ケーキケーキ突っ込まれたよ。朝食べちゃう？ケーキ食べようかな。朝に血糖値すごく上がりそう今日何時まで？あ、でも9時ぐらいになったらおさらばしようと思ってます。やりすぎかめっちゃ喋るじゃんって。ドリルすんのかいせんのかいは、あの何かで、あのなんか芸人さんが誰かその劇場のなんだっけ、座長やってますみたいな感じの密着で、まさにそのドリルのやつ見てたんだけど本当に思い出せなくて、会場の人みんななんか手拍子とかぐらいなんかしてるぐらいめっちゃ盛り上がってるの見たことあるんだけど、そう、そういうネタがあるってことは知ってたんだけど、実際自分がやるってなったらなんだと思って分かんなくて、どうやればいい、結局正解分からないままでちょっと終わってしまったんだけど、何だったんだろうあれは。いや、だからってさ、クロちゃんのあれをええと思ったからやんねえよって言って頭をちょっとはたいてしまったんですけどすいません、分かんなかったんですよ、ごめんなさい。何で言ったことある？そう、そうなんだ、教えてよ。何すればいいか分からなかった。はじめより大の DVD はどこで買えばいい？ポリゴンマジックさんどうしたらいいのかな。売って、お願いお願いってなんあれは多分ね、なんか締め切りがあったんだよね確か、いつまでにっていう。今買えるのかな、どうなんだ。あー、やっぱそうだね、もう一回売るよって言ってくれたら買えるのかな。うん、やだ、今日やったんだよ、なんか写真撮影できるよみたいなコーナーをやったんだけど、その時にメンズはやってくださいって言われて、もうあの写真あげないでね、撮った人ダメだよダメだよ。夏のやつは分かんないや。でも配信でさ、あれストリーミングプラスとか Hulu でやってたから、そこでいずれまた見れるようになるとかじゃないのかな、どうなんだろうね。未来モンスターやってください、いくらでもやるよ未来モンスター。みんなちゃんと今日録画してくれた今日こっちに来てくれてる人が多かったからね。見ました、今日のミラモン。音源欲しい、音源はちょっと無理なんじゃない。大丈夫、今度私が歌ってあげるよ、大好きだから。劇中歌あ、そうそう、今日はサーフィン会。塗る？もうこれってやだ、このイメージになっちゃったんだね、みんな。私は腕を組んでスンってしてるのが好きなんだけど、ラウドネスのせいでなんかこっちのイメージがついちゃって、ちょっと私はうんってなってます。私は
スンってしてる朝日さんの方が好きなんですよ。あ、オーバーテックね、今日イベントで最初の時に、はい、オーバーテックしてました。久しぶりにやるからさ、ちょっと歌詞がね、この1週間ずっとどこ行くにしてもずっとオーバーテイクを口ずさんでた。ちゃんと覚えたの？いつもちゃんと覚えてる。スノボだけで、あの特殊なのは急にみんなで何歌う何歌うってやってて、あのあんまめっちゃ、ちょっと裏の話だけど、結構あの音をマンハウスサイズに編集するって結構大変で、あのフルで披露したりするときはあの間に合ってないの大体。だからいつもね、そう、ウルルレってなっちゃうの。そう、めっちゃカンニングしてる。パニックしてるねって言われたんだけど。歌詞出してくれるのマジマジ感謝、マジ選挙ですって感じです。ワイン飲んだの今日、飲みました。うわーってなっちゃった。マジマジガブガブしないよ、できないよ、そんな。よくないよ、ガブ飲みは。私も今日から飲酒運転撲滅キャラですから、私撲滅してきますよ。どういうキャラ？そのまんまよ、そのまんま撲滅していくキャラクターです。撲滅させてよ、呼んで、飛んでいく、おーいって、いいですね、舞台の経験が生かされますね。岡部凛史上一番最強キャラですよ、これ今まででいっちゃん強いキャラ超えました。酔ってないよ、酔ってたらやらないから配信を。制服着てほしかった。確かにああいうのって結構おしゃれなんじゃないけど私服なんだね。私もお話いただいた時、あ、私はじゃあなんかあのね制服着るのかなと思ってたんだけど、意外とアイドルらしい可愛い衣装で、あ、制服じゃないんだと思って。あ、確かに一日社長、あーそうだね、そっちとかだったらさね、あるセーフだったんかな。免許持っておりません。取りたいと思ってるんだけどね。でも勉強大変そうだな。
さん通っていろいろ覚えて、なんか駐車の練習とかエンジンのかけ方とかやるの？難しそう、なんかこういうなんか作業、これを引いてウィーみたいな、なんかどれぐらい工程があるんでしょうか。まあ車の数ほどね運転できる人はいるので。なんか全運転免許持って今この時間運転してる人尊敬する。ほんとすごい、車運転するってできるのかな私。本当に運転簡単だよって言ってる。なれ、まあまあでもそうだよね、何事もね。一人教えてあげる。本当に教えてほしい。怖い、注射とかできるんかな。そのままさ、このままこの向きのままさって行く止め方だったらできそう。あ、でもそしたらそれ出るとき大変か。出発するとき楽な方が絶対いいよね。後ろ向いてさ、本当に難しそう。いや、できたらかっこいいな。だってりんちゃんやめときって言われたんだけど、なんで？取らせて？運転させてよ。グータッチじゃない。運転してるハンドル持ってんだよこれ。でも意外とさ、こうしないんだよね運転って。でこれをするためにさ。笑い事じゃないんだけど、タイヤが動いちゃってことでしょやった分。だから運転するみたいなジェスチャーやるときめっちゃこうやるけど、これって結構危険運転だよね。意外となんか運転してる人ってさ意外と動かさないよね。なんかもうかなんかこうこんぐらい、なんかおおと思った。それ自分で気づいたとき、なんかすいません、なんかバカみたいな話して知らないから、その世界、運転できる人たちの世界を知らないから、ちょっとバカみたいなお話しちゃったんですけど、いつか撮りたいというお話です。持ってたらさ、旅行先でさレンタカーしてとかできるじゃない。それがいいなと思ったんですよ。よっ、私も合宿やりたかった。あの合宿めっちゃ羨ましかった。だって免許みんなでさ取れる、プラスさ合宿でみんなとずっと一緒に生活できるって最高すぎるじゃん。なおとしおりんとおだやりとマリアがやってた。私はその時多分すごい授業頑張ってた。大学行ってたんかな、あの時っていいなと思いながら見てました。まあ持ってるメリットもあるし持ってないメリットもどちらもあるよね、そういうのはね。次のイベントいつになるかな、やりたいですね。でも今日その抽選で外れてしまって行けなかったって、なんかすごいショックを受けてるというか、
悲しんじゃっているファンの人がたくさんいたから、そうちょっとまたそういう人たちも入れるイベント、本当にね、本当にごめんね。今年は確かにちょっと今から会場を取るとかになると難しいからちょっとあれなんですけど、来年またやりたいなと思ってるので、その時もまだ私のこと好きだったら来てね。ね、本当にごめんね、自分でお祝いしてやって言ってるくせに、やっぱごめんって、なんかそういうドタキャンしてる女みたいだよね、本当本当最低ですよね、ごめんね。そうなんだよ、そう俺大きくしたんだよ。そう、エイトの舞台が見てるね、なんかみんな出れる舞台とかだといいね。エイトでやるなら一部だけとかじゃなくて、ちゃんとみんな一人一人、なんかエイトのいいところってやっぱそういうところでもあるからね。今日のイベントで私のこともっと好きになってくれたって嬉しいぜ、ありがとう、嬉しいな。私あ今日あびっくりしたのは、もちろんなんか昔から結構初期の段階から私を知ってくれてて、どんどん好きになって、それで今日来てくれたっていう人とか、今を知ってるよっていう人がいたのも嬉しかったんだけど、最近好きになってくれて、それでファンクラブに入ってで来てくれたっていう人もいたのがびっくりだった。だいたいそういうのってさ、ちょっとステップ踏むじゃない、まあ、なんだろう、例えば好きになった、知った、なんか AKB の方で言ったらメールを取るとか、そういうなんかステップを踏んで、もう少し経ったらなんかこう濃ゆいこのサークル的なものに足を踏み入れてくれるのかなと思ってたんだけど、いきなり好きになったよってって言ってくれて、いきなりファンクラブに飛び込んでくれたのがびっくりで嬉しかった。え、急に来てくれるの？と思って。そのね、あの愛の大きさがめちゃめちゃ嬉しかった。いきなりジャーンプって感じで来てくれたのがね、一目惚れ？一目惚れなんですか？なんでしょうか。いやー嬉しかったな。離れるのって早いかもね。そんなこと言わないでよ。そうなの、みんな悲しい、やめて、すぐいなくなっちゃうの。少なくとも 2,3 年はいて半年でも急にいなくなっちゃう、もういっかなみたいな。まあまあ楽しんだし次探しちゃうみたいな感じ。本当だよ、分かりやすい、熱しやすく冷めやすいじゃん、そんなの。でも今日はあれ、最近なかなか 見ないぞ、おおおと思った人たちも顔を出してくれたので嬉しかったし安心しました。ちゃんと姿は見せてくれなかったけど好きでいてくれたみたいです。あなたのことですよ。カチカチ山神器、噂のカチカチ山神器面白。あと5年は好きだよ、にっこりにっこりしてるけど結構怖いこと言われちゃった。
5年しか猶予がないらしい。6年目いないの。嘘でも末永くって言っといて。5年か。最前列で緊張、緊張、みんな緊張してた？やっぱり緊張してるの？緊張するの？そのセリフは私のセリフだよ、言うなら。5年で更新ちょっと助かります。ランクが変わるからってことなのかな。シルバー会員になるってこと？5年になったら。ファンクラブとかあるんだ。そうだよ、今まで秘密にしてたけど実はファンクラブあるんだ。ごめんね、秘密にしてて。いや、真面目な話、ランクとかないですよ、全然。ないですよ。私が横通っただけでドキドキしたん？なんで？カフェさんと舞台やってください。カフェさん、私のこと覚えてるかな？なんかさ、最初共演させてもらった時はさ、なんか AKB の中ではそんなにこう一緒になることって少ない方なのかなと思って、で唯一のメンバーだったんかなってすごい勘違いしてめっちゃ嬉しかったんだけど、その後全然あの舞台オリジナルのさ衛兵とかさ違う人で全然やるし、全然他の人とも共演するから、えっ、ー、って私だけじゃないんかいってめちゃめちゃ嫉妬した。嘘でしょって、待って、私とだけやってよってすごいめちゃめちゃ嫉妬してよ私。そう、そんなってめっちゃやるじゃんって衛兵は悲しかった。衛兵やるんだったら私呼んでよって思ったの時は、すごい好きで気に入ってたやつだったから。でもヌーヌーはまだ誰もやってない。でもヌーヌー今できる自信ないや。駆け引きかもしれない。いや、駆け引きも、駆け引きする間もなく、なんかやりまーすみたいな感じで、テレビでやりまーすみたいな。すぐやるからさ。だって、千秋楽始まる前のエンジンとかでも、あー終わっちゃう、悲しいなって、そこでも泣いてて、終わった後もボロ泣きして、終演後もめっちゃ涙するぐらい思い入れあったのに、え、私の愛伝わってないやんって思って。うんって思った。ヌーのあんなにコニコした顔で恐ろしいこと言ってますからね。楽しかったですね。え、楽しかったって今は言えるけどね、あれめっちゃ緊張したな。なんか人セリフお願いします。いや、もう確実に文字で書いてたら星になるセリフしかないから言えない。ヌーヌーってショールームで再現できないんだよね。セリフがひどいんですよ。まあ何年ももう会ってないから
忘れられちゃってるんじゃないかな。ソロコンを最後にもうずっと会ってないですね。タンポポの綿毛それ何の時に出てきたセリフだっけ。覚えててほしいですね。見ててほしかったな。ね、今年いろんな舞台って初めてね、演技のことを教えてくれた人たちだったから、ここまでできるようになったんですよって見てもらいたかった。私は覚えてるのになとか言ってで思う。初め側の舞台なの本当に良かったと思う。優しかったし、でもちょっと台本出来上がるのがギリギリだったのはちょっとすごいドキドキした。覚えられないから早くくださいってずっと思ってたんだけど、伊達さんがもうギリギリまでもう練って練って一生懸命書いてくださってたから。面白かったね。脚本全部つながってたのが面白かった続きが見たい始まりキャンパス編ですか。大人のカフェ新規の方見たいんじゃないかな。再演、え、今の私だったらあの一番最初にやってたなんかトランプジョーカーみたいな、ごめんね見たことない人、何の話だよねあそこめっちゃ迫力出しそうな気がする。セリフ忘れちゃったけど、体温くれってアプリのあれが来ました。1日2回測ってるんですよ体温。思ったけどこのケーキ冷蔵庫入れないとやばいかな。スラップしたか。同じ体温計買った？あれよくない？ピッてこれできる。お風呂入りました。え、絶対わかるでしょ、絶対入ってないじゃん絶対入ってなくない？これから入る人のなりじゃない？風呂入った答えは入ってません。難しかったかな。あれしまらん、ほこりがつかないよ。誕生日だよーってすごいアゲアゲで言ってるけど、なんからしいことそんな言ってないっていういや本当に去年の生誕祭はやってなくて、まあこういう状況だったから劇場でやるやつもいろんなメンバーめっちゃ寄ってね狂っちゃっててね、あれな感じだったので、もうなんか今日やったのがまとめてっていう感じになっちゃったんですけれども、もう本当にどこでも言ってるんですけどこのセリフ、本当に幸せな、え、なんかコロナ抜きにしてもなんか本当に、ま、戦いながらがすごい本当に開催できるのみたいな不安を持ちながら、あと自分がかかっちゃったらめちゃめちゃ迷惑かけるなって
それでめちゃめちゃすごい、いや気をつけなきゃ気をつけなきゃってドキドキしながらねやってたのもあったんだけど、まあでも全部無事開催されたり終わったりしたから、まあ、唯一ね今年の1月とか8あの8の日とかはまあ中止延期っていう形になっちゃったんだけれど、でもあの茨城のコンサートとか8の全国ツアーも完走することができたし、いろんなそういうコンサートだけじゃなくてもいろいろ成長できたなって思うことがめちゃめちゃあった1年だったから、欲しいものをゲットした時の嬉しさとか満足感より、こういう活動の中で何かができるようになった、こういうことを褒めてもらえて嬉しかっていう時の高揚感の方がすごいってことが分かって、物ってさゲットして買った瞬間とそれを使って何日かの時ってすごいワクワクするじゃん、嬉しいなって言ったゲットしたって、その嬉しさもいいんだけど、ファンの人がこういうところを褒めてくれたとか、スタッフさんとか身内の誰々がこういうところを見てくれてたとか、それで感じるうわーってこんな私ってできるようになったんだって思ってドキドキしてる時の方がすごい長く続くっていうか、それが分かったのが大きかったのかな。そうっていう、こういうこのコロナが大変だった1年でそれを感じることができたっていうのが本当にすごいなって思ったりしておりますね。うん、まあでも私、いやすごい、思う私すごいこの世界に入ってていうかアイドルやれてることが本当に天職だなって思っている。楽しいです、いろいろすごく自分で向いているんじゃないかなって思ってますよ。まあ、何が大変かって言ったら、もういつも何か選択するときにこっちと A と B があって選択肢が、自分が嫌だなってやりたくないなでもやんないとなっていう方を選択しないと、あの前に行けないっていうか成長できないっていう、どの職業でもそうだと思うけど、それをし続けないといけないっていうのがこの世界が大変だなって思うところだけど、 AKB やってる限りではもう全部の活動の全部が楽しいから嫌だなってことはないけど、じゃあ卒業してあの AKB を卒業して仲間に頼らず一人で勝負していくってなった時にはもっとそれが大変な道になっていくと思うから、洗濯ウォッシュじゃないよ洗濯セレクトですか、英語で言うと。いやでもいつも私がその大変な方を選んでるかって言われたら、別にいつもそっちを取ってるかって言われたら全然そんなできてない時もあるから、 AKB 卒業しますって言ってでそのまま芸能界も引退しますだったらいいのかもしれないけど、やっていきたいんだったらねちょっと頑張んないと通用しないと思うから、それがちゃんとできる人にできる人間になるように頑張る25歳にしたいなって思ってる。でもこれって本当にできる人いない、本当少ないよ、本当に大変、楽な方を選びたくなっちゃうから。
や、なんかあたかも私がすごいできてる人みたいな感じになっちゃってるけど、全然私はできていなくて。だからそれをなんか先日も何かの番組のインタビューとかで答えたんだけど、そういう先輩、できる先輩が近くにいるから今すごいいい環境にいるなって思っていたり。できてるか、本当にそうなんだよねえ、頑張んなきゃだよ。いや、私は本当にファンの方に恵まれてます。本当に伝わってるかい？みんなのこと好きだし、すごいめちゃめちゃいいファンの方に応援されてるんだなって、すごい、はい、思ってるんですよ心の底から思ってます。分かってます。笑って、笑わないでよ真剣に今言ったんだからへーい、という感じでね、また今日から頑張りやす。なんかすごいなー、本当に。地元のお友達から連絡来て、おめでとうって連絡もらって、なんか気持ちを思い出して、ずっと一人でね、お部屋にいるっていうか東京に行ったりすると、なんかなんて言うんでしょうね、やっぱり地元の子と連絡取り合って同窓会とかやろうよって言ってもくれると、 AKいい、うわーいいなーって、ファンの人と握手会できるのとかめっちゃいいなーって憧れて話して、なんか心の中で思ってた、加入する前の時の自分の気持ちを思い出して、まああれですね、初心に帰る、初心を思い出すというか、そういう気持ちを思い出して、あーってなりましたそれがこんな一人でなんかイベントやるって言って、誰か こんな集まってくれたりとかさ、え、私一人、まあね、マネージャーさんがこう頑張ってっていうか、私もなんかいろいろが、まあいろんな経緯があったのかもだけど、なんか番組に出させてもらえたりとか、私24時間こういうことを思ってるってわけじゃ、そんな素晴らしいできた人じゃないんですけど、いや、こういう機会があるとそういう気持ちを思い出したり、いやダメだよねって、やっぱうわーってしてるの良くないねっていう気持ちにさせられるっていうか、え、全然偉くない、全然偉くない、なんかこんなこと話してるからめちゃめちゃこんなことしか考えてない真面目な人みたいになっちゃってるけど、全然違うんですよ本当に。ケーキ食べたいなとかそんなことばっかりそれはそうだけど長くなっちゃったんですけど、ケーキは明日食べます歯磨きしちゃったので、いいっす。じゃあちょっとね、
もうそろそろ終わりにしたいと思います。ねえ本当にねえ、たくさんタワーとお城本当にありがとう。戻ってくれよ、遡らせてくれよ。あー途中で切れちゃった。あーごめん、あーダメだ、戻れなくなっちゃった。本当に、いえいえこちらこそ本当にありがとうございましたね。本当にタワレごめんね、遡れなくなっちゃった。さあね、チュンを呼びましょう。あ、教えてくれてありがとう。22からね、オッケー見まーす。22から25歳になったから25から読むかな。25から読むね。25、台湾のラリザ・アットリンちゃん、神々推しお誕生日おめでとうさん。4位マサノンさん。23位セオちゃん。22位ヒデちゃん。21位デッチちゃん。20位マチコくん。19位うどん屋さん。18位ケイユーくん。17位ライコーくん。16位、25歳のおかべさんよろしくお願いします。あと推しがいません。これは嘘ですね、私ですね。で16位、長地さん。14位がトムヤムくん。13位、岡崎と、これからもよろしくめっちゃラフ、よろしく。12位、ネスカフェさん。りっちゃん約束したよね、一生していくよなんか約束したよねがちょっと、約束したよねじゃないテンションじゃないこと、どういうテンションだろう11位、翔太とりんちゃんの笑顔が大大大好きさん、ありがとうございます。10位がロビーさん、ありがとう。で9位がコリン、あと、ちょっと待ってね、あ隣がコリンくんごめんね、あとの後ろまで表示されなかった。コリンくん8位、ナッキー、あとリンリン神推しさん。7位がキムテツ、あとリンちゃん甘やかしたいさん。で6位がブースさん。5位がジュウさん。4位がまいちゃん。3位がジェリーちゃん。2位が東京のスワンさん。そして1位がゴイスさんです。本当にみんなありがとう。いいね一人だって一人で締めちゃったという感じでございました。本当に本当にありがとうございます。ケーキ食べたら飛びますか。じゃあケーキ食べて飛びますよくないよそういうの飛びますありがとう。じゃあこれからもよろしくお願いします。ではでは、明日もお仕事行ってきます。明日は大使っぽい感じのことをしてきます。どういうことっていうね、ほらどういうことって来ちゃったじゃん。ちょっと説明後でよろしくね、そっちでちょっとやってくださいそのやりとり私は終わるんで、じゃあまたね、ありがとう、バイバーイ。